韓国インチョンユナイテッドが、K リーグ開幕が近づく中で2020シーズンリーグ初の練習試合を行う。クラブチームは22日、報道資料を通して、インチョンユナイテッドは23日、インチョンサッカー専用スタジアムで水原 FC と練習試合を行うとし、 新型コロナウイルス感染防止対策をチェックする確認試合にもなるだろうと明かした。インチョンは去る20日、韓国プロサッカー連盟が政府の社会的距離の確保緩和方針を根拠に、クラブ間の練習試合を許可すると発表。この直後、選手の実践感覚を取り戻すため練習試合の相手を競技するなど、 早速リーグスタートに向けて動き出した。